こんにちは、藤五郎です。出来事ランキングに入りません。今日もビットコイン、リップル、イーサリアム、ネムのチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨のチャート分析や株、そして社会経済の話を毎日配信しておりますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、今日も、チャート分析してますが、その前に、仮想通貨の、ね、ニュースを読み上げてから、今日はイーサリアム、ネム、そしてビットコイン、最後にリップルという順番で来たいと思います。今日のニュースですね、モーニングスターの記事です。トランプ大統領がコロナウイルスに感染してましたが退院しましたということで、株式市場にとっては、一安心ということですね。それによってリスクオンのね、流れになってきているということで、リスク資産、まあ、つまり株とか、投資信託とか、仮想通貨とかが買われていったということで、ドルが対ユーロで売られた影響で、金の、ね、先物も買われたと。デジタルゴールドされるビットコインにも資金流入がありましたということでした。もう一つの、ね、記事がありまして、アメリカの大手経済メディアのブルームバーグが、昨日、ビットコインが、10万ドル、将来1060万円に到達するのは5年後の2025年というレポートを出したことによってビットコインにも買いが入りましたということになっております。またこのレポートによると、ビットコイン先物と金先物の相関関係は 0.44 で、2017年にビットコイン先物がローンチされて以降上昇傾向になるということで、各国の中央銀行などが金の大きな買い手であることを踏まえると、機関投資家とか事業会社の市場参加が増え、時価総額が上昇した。デジタルゴールドとしての地位が、ビットコインがどんどん高まっていることで、まあ、長期的にはやっぱりビットコインは、金の、ね、上昇に伴って、だんだん、ね、上昇していく傾向にあるんじゃないかと、そういう記事になりました。ちなみにね、トランプ大統領は入院中もね、ツイッターをね、やりまくってたんですね。まあもしかしたら、まあその代理で誰かやってるのかもしれないですけど、まあ、1時間にね、多い時に、ね、10回ぐらいツイートしてましたね。で、なんかこんなね、面白いんですけど、トランプ大統領がツイートの鳩をね、出しまくってるって、こんな記事もありましたね。はい。じゃあイーサリアムからいきたいと思います。はい、イーサリアムですけども、引き続き、ディセンディングトレンド継続であんまり大きな値動きなくて退屈ですね。今一旦ちょっとね、ディファイのね、銘柄が全体的に落ち着いてるんですね。だからイーサリアムもあんまり値動きなくて、今日も37,000ドルぐらい、37,000円ぐらいですね。リセトラ継続なので、ここちゃんと上抜けできるかってところがポイントになってくると思います。ここをこういう風にね、横抜けした場合は、ちょっと上、それはなんか三角持ち合いを上抜けしたとは言えないので、その場合はちょっと一旦弱気になる可能性はありますね。結局横抜けるんだけど下に下がるみたいな、そういう可能性もあるので、しっかりと大きな陽線作ってここを上に抜けると4万円を超えてくるんじゃないかなというふうに思ってます。ただね、私はまあ基本的にまだ下で見ているので、調整期間はまだ続くと思ってますので、10月はですね。基本的に3万円のところで買っていきたいかなと思いますね。ここのコロナショック前の、高値が3万円ですね。あとコロナショックの底からここの5万2000円のちょうど半値戻しが3万円なのでそこで買っていきたい。あとビットコインが90何万円ぐらいまで下落するのであればこの2万6000円のところも買い場になってくるので、これだけ問題価格帯なのでそこで買っていきたいかなというふうに思っています。はい、次がネムですね。ネムは、せっかく上昇したんですけども、ちょっと怪しい雲行きになってきました。4時間足ですね。4時間足ってこんな感じで、三角持ち合い上抜けました。で、さらに、ちっちゃい三角持ち合いを、上に抜けました。で、その後の値動き、ちょっと、よく見た方がいいと思うんですけど、一旦13円まで上がりました。13円まで上がったんですけど、前回の高値、ちょうどここで押し戻されてるんですよね。こんな形で押し戻されてるんですよ。なので今 12.5 円ぐらいまで落ちてきました。で、こうやって見たら、こういうね、ダブルトップ組んできそうな気配にも見えるんですよね。ダブルトップ組んでくるということは、ここの、ずーっとここから引ける上昇トレンドラインを割ってくる可能性があります。で、ここ割ってきたらかなり悲観ムードになるので、このままズルズル落ちた後に、この上昇トレンドライン、今落ちると12円ジャストぐらいのところですかね。12円ぐらいのところでちゃんと踏みとどまって上がるのであれば、ダブルトップじゃなくて、こういう感じのアセンディングトライアングル。アセンディングトライアングルが推移して最後はぶち抜くみたいなね。で、ぶち抜いてくると、
結構強い上昇が見込めるんじゃないかなと思います。ここの17円は超えてこれるんじゃないかなと思いますが、こういうダブルトップになってしまってここの上昇トレンドライン割ってしまうとここのダブルトップがかなり意識されてしまってストーンと落ちる可能性はあるかなと思ってます。なので12円ジャストぐらいのところの攻防をよく見ておくといいかなと思ってます。はい、で現物を買いたい人は、その12円ぐらいのその攻防を見てから入ってもいいかなと思います。でちゃんとこの上昇トレンドラインでサポートされて上がってくるようだったらすぐに買ってもいいかなと思うんですけど、で結局こうやってダブルトップも組んでしまって落ちてくるようだとこの9円ぐらいまでストンと落ちる可能性があるかなと思ってますので、私は、このまま落ちてこないと買い回しはしないと。で落ちてきて9円まで落っこちたらそこで拾おうかなと、そういうスタンスでいます。私は 12.4 円で買ったので今若干含み益状態になっております。はい、メモは以上ですね。で次が、ビットコインです。ビットコインは、一応ね今日のニュースにもあった通り上昇して114万円まで今日は上がってきました。ビットバンクの4時間足ですね。ビットバンクの4時間足ではちょうど見ていた三角持ち合いの上まで上がってきてこれたんですね。で私はさっきショート入りました。写真でずっと入れといたのでそこで刺さりましたね。ショート刺さっているので今だいたい5000円幅ぐらい、含み益出てますね。ずっと前から言ってますけどこういう感じの三角持ち合い状態ですね。でここにタッチするぐらいのところでショート入りたいってさっき入ったって感じです。でこっからこういう形でまたねこうジグザグしてくるんじゃないかなと思います。だからこっからまた落ちてくるんじゃないかなと思います。なので、今持ってるショートはリグいたいのは110万円ジャストぐらいのところ、この辺で一回ちょっと一部リグで、ここを割ってくるようなことがあればこの1万ドルラインでリグいたいかなって感じで思ってます。まあ、そこはちょっとね反発するかどうかの値動き次第かなと思ってますね。なのでフェックする人は、まあ、まだちょっとね、スケベショートっていいにはなりますけどまだここなのでまだ結構高値にいるのでここでショート入ってこの辺でリグみたいなね、そういうやってみると、まあ、着実なのかなというふうに思ってます。現物側の人はもう少しね落ちてくるのを待ってもいいかなと思ってます。具体的には102万円のところですね。冷やしに行きますけどもこの CME の窓が102万円のところ、ここは 95% の確率で埋めてくるのでここで差し入れるところがいいんじゃないかなと思ってます。あとはこの辺の2ヶ月ぐらい問題価格帯96万円ぐらいのところで買っていきたいかなと、そこは変わらないですね。引き続きここからのこの5月ですね、これ2020年の5月から引けるこういう上昇トレンドライン、ここを割るのか割らないのか、そこがねかなりね大事になってくるからです。割らなくて上に行けるのであればまた132万円ぐらいまで試す可能性もあるんですけど、まあちょっと調整期間としてはここ今ねまだ50日ぐらいしかないので浅いですよね。コロナショックのそこからここまで158日かかったに対して調整50日ぐらいで終わってまた上昇っていうのはちょっとあんまりちょっと考えにくいかなと思うので、しっかり一回下に振ってからそこから年末にかけて上昇するんじゃないかなというふうに思っております。はい、でお待ちかねの上リップルです。リップルはリップルだけ、中期的な、ね、下落トレンドを抜けてきましたということで、冷やしです。ここは30円下がって30円もう一回つける、でダブルトップで落ちてくる、で1回が、32円まで反発してからの大きな下落で1回23円までタッチですね。でここはずーっとコロナショックの底から引けるところです。ここです。コロナショックの底からずーっとこんな感じで引けるのでかなり意識されてると思います。でこういう三角持ち合い描いてたんですけどここをね今日ちょうどねぶち抜いてきました。なのでここから上昇が続くんじゃないかなと思います。でスウェールまで残り、8日ということになったので、いよいよですね結構スウェールの中身とかもちょこちょこニュースが出てくる可能性がありますし、登壇する人とかの、お知らせがある可能性があるんですね。そうしてくると、まあ、登壇する人がなかなかねビッグな人だったら、また北上げで上がってくるとかね、まあ、可能性ないと思いますけど、例えば前あったみたいに元大統領とか、まあ、トランプ大統領がリップルのねスウェールに出たことがあるんですよね。まあ、例えばオバマ大統領出ますとかウォーレン・バフェット出てきますとか、あるいは、超強烈なファンダメンタルズ、例えばビザカードに来年から 20% 使われますみたいなそんなとんでもないファンダメンタルズ現れたら爆上げする可能性はあるんですけど、まあそうじゃなくてもね、一応北上げってことでスウェールの統一ぐらいまで上がってくるんじゃないかなと思います。ちょうど今これ見えてると思うんですけど、上昇雲と下降雲のこのねじれのところ、ここにぶち抜いてくると、まあ、調子が良さそうですよね。ここは上げてくると。なので、まあ、スウェール上げに乗りたい人は、まあ今買ってもいいかなと思います。ちょうどここぶち抜いてきて、今ちょっと押し目作ってるような状態なんですね。こんな形です。
打ち抜いてきて一旦押し目作って、このやっぱ線の上でサポートされて上がってくるって感じなんで、ここからねぐんぐんって上がってくるんだと思ってますので、いい感じですね。はい、で私はね、ずっとこの動画でも伝えてる通り、リップルだけはね仕込んだんですね。スウェルアゲンのため仕込みました。25円のところで1つ、20円のところで1つ入ってるので、今結構含み益が出てますね。平均取得単価が25円ぐらいなので、2円ぐらいってことは、10% ぐらいですかね。 10% ぐらい含み益出た状態ですね。はい、なので、まあ、スウェールの当日まで この上昇に乗れてきたかなと思いますので、今買ってもいいかなと思っています。いや、もし、ここをまた割れてくるようなこと、三角持ちの中に戻ってくるようなことがあったら、次はまた20、このね、上昇トレンドラインが意識されるので、ここ落ちてきたら 24.5 円とか、それぐらいのところで買っていってもいいかなと思います。はい、ただここの、ね、上昇トレンド割ってくるとかなり、ね、悲観が走るはずなので、そうしてくると次22円とかまで落ちてくる可能性がありますが、まあ、とりあえずそれはねスウェールの後に考えればいいかなと思います。今はとりあえずこの上昇トレンドラインを見といて、まあ、私だったらもう今買うで、この三角持ち合いに戻ってきたら 24.5 円で買うで、スウェール割った後ダラダラ下がってくる後にこの上昇トレンドライン割ってきたら22円と18円、このそこですね、18円のラインで買うって感じで考えてます。はい、ってことで引き続きリップルは、まあ、スウェール上げに乗った方がいいのかなというふうに私は思っております。はい、今日のお話が役に立った方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。また、私がおすすめしている仮想通貨取引所をこの動画の説明欄に記載しております。日本の取引所であればコインチェックとビットバンク、コインチェックは日本一取り扱いコインが多いということでメリットがある。でビットバンクはチャートが見やすいなど、全コインが差し値できるというメリットがあるので両方登録しておいた方がいいと思います。そして日本の取引所にはないマイナーなコインも取り扱いしたいと、売買したいという方は、海外のバイナンスをおすすめしているので、ぜひ登録をしてみてください。そして FX に挑戦してみたいという方は、オーバービットとバイビットがおすすめなので、ぜひ登録をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤村でした。また明日。この動画の説明欄、またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは、株や仮想通貨、そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますので、ぜひ友達申請をしてみてください。そして、Twitter や Instagram についても、やっておりますので、この説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤間でした。